米剣山は国王陛下によるウェブ小説。中国の創世中文王にて2013年6月29日から2015年7月26日まで連載された。井野が、金正幕によるウェブ漫画が中国の天ンとンアニメにて2014年8月8日から連載中。2016年に日本と中国の共同企画でアニメ化された。 2019年には巨外、超陽姿主演でドラマ化され、2019年11月より、中国の動画配信サービス、アイチー、転戦とビデオで配信が開始された。日本では2020年2月7日より、ネットフリックスにて配信されている。おサむせんとは先導を目指して仙人になるために修行をすることで、修行中の人は、修士と呼ばれる。 おさむせんは長生きして自由に生きるために行う。修行を始めると自動的に周囲を得て寿命も修行段階によって伸びていく。寿命が伸びるだけではなく、修行によって外見を自由に改変したり、戦法や法術が使えるようになる。地位も一国の皇帝より高くなる。仙人になれば寿命がほぼ無限になり、仙界へ行くことができる。霊剣山の世界は、 中国古代に見えるが、戦術文明によって文明がかなり発達している。天根県、道誠伝で,でしないもんでしともんでし九州大陸万。戦命後絶天然霊ね生まれついた時から持ってる天然な霊ね。人造霊ね人工的に作った霊ねのこと。天然霊ねを持たない凡人がどうしても、おさむせんしたければ、昇仙酸という薬を飲まなければならない。 45日連続的に飲んで、やっとレーネを生やすことができる。しかし、腎臓レーネを生やす薬は、かなりレアで高価なもので、何十万使っても体験版しか買えないぐらい。チレーネ二品レーネ。単属症療煮の中で一番質がいいレーネを、指している。聞きだからが持っている、レーネは、土属性のチレーネ。甘根レーネイレーネ五行属性以外の属性を、持っている特殊なレーネ。 必ずしもすごい霊姉であるわけでもないが、一部の激レア霊姉はこの霊姉に属する。オサム戦西恵比寿神兵凡人が使う最高級の武器。神が使う兵器。法器法力が込めた武器やアイテム。修行していない人間でも使えるアイテム。宝だから宝器よりもワンランク上の武器やアイテム。修行していない人間でも何とか使えるだが、 その方宝の10分の1の力ぐらいしか引き出せない。霊法宝宝より、ワンランク上の武器、道具。宝宝の中に霊が宿すと、霊法にランクアップして、持つ能力も数倍アップする。一番下級の基本霊法一つでも、普通の門派がそれを手にするために地に狂いほど、争わせる。修行していない人間では霊宝を使えない上、無理やり手にするだけでも精規が吸収され、 霊法に殺されてしまう。霊法の中に宿る霊は、器霊、剣の場合は、剣霊と呼ぶ。先手から本物の仙人たちが使う無限級武器、アイテム。使う力台湾で出版された小説は、語字、脱字が修正され、さらに前巻きに、ウェブ小説では語っていない、番外編がついている。日本のスタジオディーンと中国の IT 企業、テンセントの子会社である。 新戦士天ンとンコンピュータシステムの共同企画。漫画版を原作としている。2016年1月より3月まで、第1期、レイツルギ保ん星図たちの縁が、日本の ATX 東京 MXKBS、京都、ンテレビテレビ愛知にて放送された。また、中国語版が、天ン,ントにて配信された。同年10月に、第2期、 レーツルギザンエへの資格の制作が発表され、2017年に1月から3月まで放送された。原作の展開はそのままに、第1期とは実写的な雰囲気へ変える方向性で企画が進行し、実写的な描写にたける監督自らシナリオに携わる。東洋経済によると、センとコンピュータシステムが制作費の8から9割を単独で出資しており、 制作当初から日本で作られ日本で放映された日本クオリティのアニメとして中国に逆輸入するという使命があったという。天ンとンコンピュータシステムは概算と二次利用に関するライセンスを1億元で供与しており、1期の出資も早い段階で回収されたため2期制作が決定した。第1期、レイツルギ儀山保守ク図たちの縁、第2期、 レーツルギザン H への資格、レーツルギザン星屑たちの縁に関するカテゴリー、レーツルギザン H への資格に関するカテゴリー。ありがとうございます。